日本は謎の民族なんですよ。先祖分かんないでしょ。海の民っていう先祖分かんない民族もいるんですよ、世界史上に。これは船を駆使してすごく海洋が早いんですよ。ですからその関係でどこに行ったか分かんなくなるぐらい早いんですよ。歩いてたらね分かるんです。実は青銅器は最期で大和族は結構強かったんですよ。弓矢と船、世界史上謎の民族で海の民というのがいます。これが大和族と思われます。だから出雲族はおそらく陸の民でしょうね。だから通ってる道もわかるし、日本人の DNA 鑑定するとモンゴル人が出ることもあるんですよ、実際。だけど本当は東南アジアから来た例もあるはずなんです。そういう人を DNA 鑑定した方がいいですから。私の友人の一人が飲み仲間の女の子ですが、タクシーの運転手に日本に来て長いんですかって言われたんですが、どう見ても東南アジア人に見えるそうです。日本に来て長いんですかって言われたそうですが、うちの一族なんですけどね、同じ。僕も池袋を歩いてるとビルマって言われて、ノーチャイニーズって言って逃げていきましたが、そんなこともありました。つまりですね、日本人は2つの流派に割れてるんです。でもう一つはもともとずっと日本にいた人たちということで、3つに割れると見ていいでしょう、大きく。